はい、今日、2月13日、夕方4時です。もうね、このわずか1日で、えらい勢いで雪解けが進んでます。この暖気ですね。湯沢町も今日12度ぐらいまで気温が上がりまして。で、岩っぱらのあの一番ボトムのスキー場、ここもね、窓から見ててわかるぐらい雪解けが進んでいるので、もうあのボトムのゲレンデ滑れなくなっちゃうかもしれないそうなので、急遽ナイターを滑りに行こうと思います。目指すは、岩っぱらスキー場。よーし、到着したぞ。岩っぱら。おはようございます。やっほー。父ちゃん、なんでゴーグルスやってんの？おしゃれだね。さあ、45歳、ゴーグルを斜めにかけて、今日は、このボトムのゲレンデ、昨日来た時は、がっつり雪あったのに、今日一日でご覧ください。ずいぶん溶けました。ねえ、小鳥さん。はい。今年は春の訪れがちょっと早そうなので、もうね、できる限り目いっぱい滑ろうと思います。さあ、ようやく、僕たちがやりたかった、マンションから歩いてスキー場に来て、下からリフトに乗ってゲレンデに出るっていうね。一番やりたかったスキーイングが今日ようやくできます。長かった。2月13日です。Here we go。ついにこのリフトで上に来れた。ヤッホー！ヤッホーヤッホー！そしてすぐにクワッドリフトに乗れる。やっぱり来てしまった！岩っぱら泣いた！あ、一晩で50センチも60センチも降ったのに、ご覧の通りもう土がこんなに露出しております。さあ、そういうわけでやっぱりスキーがしたくてしょうがない。楽しみましょう。 Here we go。 わ、すげえ滑りやすい。ねえ、青通ったの見た？穴見たよ。ねえ、青、うん、初めて岩っぱらでさ、ナイターやった時っていつも真っ暗だったじゃん、うん、明るい。まだ全然明るい。日が伸びてきてるのすごいわかるね。こうやって毎日滑ってると。今日はじゃあ念願の家の目の前ゲレンデ行きます。これで帰りましょう。カモン。さあ来い。ジャンプポイント、それから壁見てろ。おー
そこ難しいでしょ。おースイッチ小鳥、お青いもスイッチ、いよいよ、俺たちの部屋が見えるよ。やっほー、俺たちの部屋が見えるスキー場から、やっほー、いいねいいねいいね、イエイイエイイエイ、ねえまだ明るいよ、最初に来た時は真っ暗だったのに、イエーイ、ご近所のナイター、イエーイ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 、今日のナイターおしまい、最後まで見てくれてありがとうございました、ぜひチャンネル登録お願いします、せーの、アデュー。